日本岡山県津山市阿波阿波は、岡山県津山市の大技、旧都又郡阿波村に相当する。面積は 42.07km、住民基本台帳による2019年1月1日、現在の人口は505人。郵便番号は709-3951。津山市内北辺にあたり、中国山地の山間部に位置する。大技、阿波のみで。 市内の地域区分の一つである、阿波地域にあたり、津山市役所阿波出張所が管轄にあたる。市内鴨町地域の鴨町、倉見、鴨町青柳、鴨町地は、鴨町、山下、鴨町、河井、鴨町町物見及び、鳥取県鳥取市佐治町余り戸、餅ヶ瀬町へば、餅ヶ瀬町野住、鳥取県八津郡地図町、旗、上と隣接する。 1000メートル級の山に囲まれ、地内の94%が山林で占められている。地内には8集落があり、一部にはかやぶき屋根の民家や水車、棚田などが残る集落も存在する。過疎化が進行しており、高齢化率は40.1%に上る。少子高齢化による地域活動の存続が深刻化しており、若者の定住促進が課題である。地内には、 推定樹齢500年を超えるお所の山桜や、アルカリ性単純泉の阿波温泉が見られる。中央部を南北に、吉井川支流である鴨川が流れ、阿波落合川、細川、西、谷川、めぐる川などが合流する。流域では滝や淵が点在する。1889年の町村政施行以来、独立した阿波村であったが、2005年2月28日に、 戸又郡鴨町、久米郡久米町、勝田郡小牧町と共に津山市に編入した。原子署は旧村役場であった。旧阿波村は大技が設定されていなかったため、旧村域が一大技となった。主産業は農業、林業である。山林の70%は杉、檜を中心とする人工林である。また、鬼の門で知られる大が山。 阿波伝説に由来するお夏の墓で知られる深山渓谷、川、阿波山滝など、風光明媚な景観を生かした祭事や観光誘致が行われているほか、津山市が実施する住民自治協議会モデル事業に選定されており、若い住民を中心に地元ならではの商品開発なども行われている。地内に鉄道路線はなく、公共交通機関は路線バスのみである。 ありがとうございます。